ガイアセーバーヒーロー最大の作戦は、バンプレストから発売されたロールプレイングゲーム。SD で表現されたロボットアニメや特撮作品のキャラクターが戦うクロスオーバー作品、コンパチヒーローシリーズの一つで、ウルトラシリーズ、仮面ライダーシリーズ、ガンダムシリーズを題材にした RPG 作品。本作以前に発売された同シリーズの RPG 作品、ヒーロー戦記プロジェクトオリュンポスのシリアスドラマ路線をさらに推し進め、全8話のオムニバス形式でストーリーが進行する。その戦いは突如として始まった。ジオン軍がコロニーサイド7に仕掛けた電光石火の攻撃は地球連邦軍をはじめとする地球すべての防衛力を無効化した。時同じくしてショッカーのテロ作戦や宇宙人の侵略行為、さらには地震、津波、竜巻といった、あらゆる災いが地球を襲った。ついには、ジオン軍のコロニー落としが強行され、地球は大被害を受けた。これに、危機感を感じた、M78 星雲、光の国のウルトラの父は、ゾフィー・ウルトラマンレオの3人を地球に向かわせて、ジオンの総攻撃を受ける、地球連邦軍、ジャブロー本部防衛任務を言い渡す。かくてウルトラ族の力を借り、アムロをはじめとした地球連邦の人々は、無事に基地を脱出し、日本の科学特捜隊基地にたどり着く。そこでは、仮面ライダーやウルトラマンを仲間につけ、同盟を組んで地球を悪の軍団から守ろうという計画がなされていた。アムロは、この計画に参加することとなり、仲間のオートリゲンと共に地球を守る旅に出るのだった。次々に襲いかかる敵の猛攻を退け、地球に眠る謎を解き明かしていく、アムロトール。しかし、その活躍を尻目に、悪の軍団の度重なる、テロ攻撃に怯えた、各国首脳は、あろうことか、ジオンショッカー同盟に完全降伏を宣言。敵だけでなく、味方にまで見捨てられてしまった同盟は、果たして地球を守り抜くことができるのだろうか？人類の総人口を表す、人類、地球の被害状況を表す、地球というカウンターが設定されており、主人公らの選択や行動によって地球が破壊され、カウンターが減少し、最終的な数値によってエンディングが変化する。ただし、ストーリー上の減少イベントや特定時期のエンカウントによる減少で、ベストエンディングを迎える条件となる数値を必ず、下回ってしまうため、通常のプレイでは、ベストエンディングを見ることはできない。また、影響するのは、エンディングの文章と BGM のみであり、たとえ人類カウンターが0になろうとも、ストーリーに影響はない。街は、全体図から行き先を指定するタイプで、建物や公園などの小マップ以外では、主人公を操作することはない。敵基地は、ダンジョンマップとなり、エンカウント戦闘をこなしがら奥に進む。本作は、ランダムエンカウント式の戦闘システムを採用。一部の巨大な敵を除き、戦闘画面は、中心の主人公パーティーを包囲するように左右に、敵パーティーが展開する。いわゆる、サイドアタック状態だが演出であり、プレイヤーに不利に働くわけではない。戦闘後には、全員の HP が自動回復する。また、MP の回復は、マップ上にある、ストーンサークルの上に行くことで、全回復する。敵との戦闘では技を選択して、戦うのが、一般的で、通常技であっても、MP を消費する。また、武器を装備させると、アイテムとして、MP を使わずに相手を攻撃できる。基本的に、ウルトラ世界で使用されていた武器は、仮面ライダーが、ガンダム世界で使用されていた兵器は、ガンダムとウルトラマンが使用する。また、使うとなくなる爆弾系のアイテムも存在し、中でもアトミックボムは、ヒーローの必殺技すら上回る威力の全体攻撃が行えるが、これを使用すると、地球環境が 1% ずつ悪くなっていくという欠点もある。敵は、雑魚、ボス問わず、基本的に単体の通常攻撃しかせず、ウルトラ一族のカラータイマーを除けば、一般的な RPG におけるステータス以上も存在しない。仲間を呼ぶ敵も存在するが、一度呼んだ後は通常、攻撃しかしない。ガンダムシリーズモビルスーツの擬人化はされておらず、パイロットが登場する。狭い室内ダンジョンでは、モビルスーツに登場できず、プチモビに乗って戦う。また、ウルトラ系やライダー系のヒーローは、戦闘時は変身後の名前となっているが、ガンダム系は、パイロットの名前となっている。ウルトラシリーズ原作同様、戦闘には、制限時間があり一定時間を超えると、カラータイマーが点灯し、さらに制限時間を超えると戦闘不能になってしまう。ガンダムキャラクターと異なり、室内ダンジョンでも体をミクロ化させることによって、変身体で戦闘が可能。唯一、回復系の技を使用できる。仮面ライダーシリーズサイズや、時間の制限を一切受けないため、あらゆる環境の戦闘に対応できる。オリジナルその他、ウルトラシリーズから、嵐、古橋、アンヌ、蘇我、岩本博士も登場する。連邦軍壊滅、そして地球圏の制圧を目論むために、独立軍と悪の組織が一時的に提携している。その事実は、第3話の最後で、光ディスクの解析によって判明するが、それ以前からすでにフィールド上では、複数の勢力の敵が出現する。本作では原作における、主人公のライバル、幹部、主要クラスの強敵のほとんどは、雑魚敵に当てられており、ストーリーに絡むのは、基本的に以下のキャラクターのみである。ジオン軍ショッカー宇宙人連合地球征服を目論む、悪の宇宙人の連合。特に名称はない。作中ではトップが誰なのかが判然とせず、また、ジオンやショッカーと違って壊滅する描写もないまま、本編から退場する。登場キャラが多すぎて、ほとんどのキャラが脇役扱いになっている。アムロがガンダムではなく F91 に乗っていたり、ランバラルなど死んだはずのキャラが登場するなど、原作無視の意味不明なストーリーが横行している。画面表示の抽象的な表現のステータスなどから、コンパチヒーローシリーズ中の打作として扱われており、発売当時はヒーロー最悪の作戦などとあちこちで揶揄されたという。コミックボンボン1993年12月号から1994年2月号まで掲載。作画は時田浩一。内容は、神井優と白っ子との戦いや、マークハンターと仮面ライダー2号がアジトに潜入する場面など、ゲーム本編開始以前の話が描かれている。その他、ゲームに直接登場しない、ウルトラマン太郎や仮面ライダー V3、ジュドアーシタなどが登場し、戦う描写も見られる。ありがとうございます。